皆様おはようございますグロイン基準価格の変動要因を解説しますグロイン毎月分配型の9月14日の基準価格は2512円でした前日比 -1.1%28 円の下落となりましたグロインの基準価格は前日のルクセンブルクの16時ニューヨークの10時の時間に基づいて計算されています続いて 為替と株式別の変動要因です。基準価格の変動のうち、為替要因がマイナス6円、株式要因がマイナス22円でした。11日の株式市場は欧米ともに上昇しました。米国では IT 銘柄は難聴ながら景気敏感株が買われ、S&P500 指数はプラス0.05%上昇しました。米国の公益株指数は プラス0.33%の上昇となりました。公益株指数が上昇する中、株式要因がマイナスになったのは、米国株式市場が基準価格の評価時点の後に上昇したことが主な要因です。為替は今後期の中円高となり、マイナス要因となりました。以上です。